あげないわよ。ホームハンターライム、ココナのミラクルステッキ、ミラクルコンパクトもね。夢を叶えて、妖怪オクテパス。みずきちゃんごめんね、この前は。いいえ、バスさん、風邪は治りました？ああ、ライムに殴られたショックですっかり治っちまった。ちょっとちょっと、変なこと言わないでよ。あれはあんたが悪いんでしょ？病院の外にまで殴り飛ばすんだぜ、こいつ。そうなんですか？でも、それで風邪が治ってよかったですね。そうかな。それはそうと、なんか随分ウキウキしたように見えるが、なんかあったのか？ウキウキしてるってわけでもないんですけど、近くに新しいお店ができたんで、一緒に行かないかなと思って誘いに来たんです。ああ、あのお店、ライムさん知ってるんですか？ね、行ってみませんか？可愛いお姉ちゃんいる？いますよ。あ、この前の病院のこともあるしな。ジョイさんいたでしょ？おお、あれはジョイっていう部位に入れちゃいかんだろ。今回は大丈夫よ。だってあのお店はウェイトレスとコスチュームが売りのお店だもんね。きっとバースは気に入ると思うけど。売りってね、胸がこんなになってて、腰がこんなで。な、何？そんな店があったのか！なぜそんな大事なことを俺に言わんのだ！大事なことって言われても。よし、すぐ行こう。行動的ですね。行動的っていうより本能的っていうか。ぐずぐずするな！さあ行くぞ！ここか？そうでーす。この中に可愛いお姉ちゃんがいっぱいいるんだな。よし、入るぞ。ここがその店か。見た目は大したことないが。こんな店があるとは、人間界も捨てたもんじゃないな。いらっしゃいませ。お客様。何を。何をじゃねえ。何なんだお前は。ウェイトレスに見えませんか？見えるか。おいで。なんでそんな気持ちの悪い格好してんだよ。それは話せば長いことも。九州に生まれ、18で単身上京してきて、それから苦労に苦労を重ねて。なあ、そんなこと聞いてんじゃねえ。なんでそんな格好してんのかって聞いてんだよ。ああ、それでようやく自分の店を開店したわね。店の中で変なことが起きて。変なことって？誰もいないはずのキッチンから声が聞こえたり、肩を叩かれたり。幽霊ですか？それでウェイトレスの女の子たちは怖がってみんな辞めてしまったんです。それで仕方なく私が。だからってあの格好はないと思うが。うん、むしろお客が来なくなりそうよね。ライム、どう思う？どうって？いや、どうも俺には妖怪の仕業のような気がしてな。そうね、ありえなくはないわね。なあ、おっさん、ここでバイトすると時給いくらだ？え？あなたがですか？俺じゃねえよ、こっちの女だ。ちょっと、なんで私が。じゃ何か？お前、俺とこの親父のウェイトレス姿が見たいとでも言うのか？見たいような、見たくないような。
そんなわけでだ、時給3800円で手を打とうか。そんな、それとも自分でやって店を潰したいか。わかりました、悪徳マネージャー。何を言うか、俺はこの店を救ってやろうとするんだ。大夫さんがやるなら私もやります。そう、じゃあ二人でやろっか。じゃあ俺陰に隠れて見張っておくから二人で頑張ってくれ。ウェイトレスか、まお金もいいことだしやってみようかな。さて、それじゃ変身。じゃあね、着替えてこよう。お待たせ。あら、バスいなくなってる。せっかく可愛いのに着替えてきたのに。いらっしゃいませ。コーヒーのおかわりはいかがですか。コーヒーのおかわりはいかがですか。バースはあんなこと言ってたけど、本当に妖怪の仕業なのかしら。でも一体何のために。みずきちゃんが働いているわ。だいぶお客さんも入ってきたわね。妖怪ったって、別にここのお店に恨みがあるってわけでもないでしょうしね。開店したばっかだし。目的がわかんないわね。バースは隠れて見張ってるって言ってたけど、どこに行ったのかしら。あー忙しい。そういえば、肩を叩かれたって書いてた。どんな妖怪なのかしら。あ、何か気配が。早速出てきたわね。何かが触ってる。妖怪の仕業。よ、おのれは！飛びましたね。とりあえず邪悪な妖怪は退治したわね。お客で入る方がいいわね。だいたいなんで私がこんな重労働しなきゃいけないのかしら。今度はバースに働かせてやんなきゃ。でも別に妖怪なんて出てこないわね、バース以外には。どうしたの、みずきちゃん。何かがお尻触ったんです。バースの仕業ね。さっき怒っといたのに証拠にもなく。出てこないならこっちから行くわよ。
てきなさい。そこにいるのは分かってんのよ。あれ？あ、あれ？バースじゃない。あ、あれ？バースじゃない。もしかしてこれが妖怪？あなた、ごめんなさい、悪気はなかったんです。あなた、ひょっとして妖怪？そうなんですけど。じゃあ、女の子たちにいたずらしてたのもあなた？いたずらなんて、そんな、ただちょっと話しかけようとしただけなんです。でも僕、女の人と話したことがないんで、恥ずかしくてすぐ隠れちゃったんで。そっか、それで。わかったわ、とりあえず出てらっしゃい。話を聞いてあげるわ。ぶたない？ぶたないわよ。本当に？本当だってば。さあ、こっちにいらっしゃい。うん。なんだ、バースじゃなかったのか。そうだよ、俺がそんなコソコソしたりするわけないだろう。消えてしまえ！今、長き眠りより目覚めよ。光る、飛ぶ、転がる。ろうそくの常識を超えろ。デラックスろうそく。デラックス駐車キングも転がるよ。それで、あなたは女の子に話しかけてどうする気だったの？実は、僕、人間の女の子とデートするのが夢なんです。変な夢ね。タコなのにどうして？タコにはタコの事情ってもんがあるんです。じゃあ、それができたらもう思い残すことなく成仏できる？そうですね。何よ、まだなんかあんの？いや、まあ。あー、はっきりしないわね。まあいいわ、とりあえずデートでしょ。しょうがないわ、付き合ってあげる。いや、僕はどっちかというと。何よ、あたしで不満だっていうの？いえ、そういうわけじゃないんですけど、僕の好みのタイプは目がクリッとしてて赤毛で、それでポニーテールなんかだといいかなーと。みずきちゃんがいいってこと？いえ、そんな、僕はただ自分のタイプを言ってみたまでで。遠回しな言い方しないで、はっきり言えばいいでしょ。はあ。みずきちゃん、いい？いいですよ。タコさんとデートなんて一生のうちそう何度もあるチャンスじゃないですから。そうね。はーい、じゃ、早く行きましょう。
わーい、デートだ。嬉しいな、本当にデートができるなんて夢みたいです。みずきさん、どこに行きましょうか。そうね、タコさん、どこに行きたい。僕、遊園地ってとこに行ってみたいです。じゃ、行きましょう。学生1枚とタコ1枚ください。タコですか。あいにくタコは置いてないんですけど。じゃあ一般でいいです。ところでライムさん、なんでついてくるんです。なんでって、目を離すと何するかわかんないからよ。一応あんた妖怪なんだから。うん、やだな。別に変なことしやしませんよ。女性に免疫のないものは何しでかすかわかんないからね。だいたい野暮だと思いません。愛し合う二人のデートを邪魔するなんて。誰が愛し合ってるって。気にするな、こっちもデートだ。まだいたのね。じゃあライムさん、ここで別行動にしましょう。あ、みずきちゃん、気をつけてね。大丈夫ですよ。わーい、僕こんなに高いところ初めてです。別行動だっつっとるのに、なんで同じもんに乗っとるんだ。みずきちゃんが心配でしょ。相手は妖怪なんだから。ああ、今も密室の中に。そうか、密室だな。しかも空中、逃げ場はないな。放り出すわよ。別に何も言ってねえじゃねえかよ。騒ぐくらいなら乗んなきゃいいと思うんだ。なんなのこれ。お化け屋敷というらしいんだが、人間はこういうの見て面白いらしいな。そうなのかしら。ま、それはそれとして、こうしているとまるで俺たちって本当に恋人同士のようだ。闇に乗じて変なことしないように。変なこと？バカを言うな。恋人同士なら変じゃない。あ、いちいち殴るなよ。あんたが変なことするから水木ちゃん見失っちゃったじゃない。探しに行くわよ。水木ちゃん、どこに行ったのかしら。とりあえず園内にはいるんだろうから、そのうち見つかるだろうよ。何気楽なこと言ってんのよ。あんたのせいで見失ったっていうのに。なんで俺のせいなんだよ。あんたが変なことしようとしたからよ。だから恋人同士なら変なことじゃない。そんなこと言ってないでさっさと探すわよ。乱暴な女だ。みずきちゃん、どこ？
この辺にはいないみたいだな。あっちに行ってみましょう。瑞希ちゃん、いないわ。どうしよう、瑞希ちゃんにもしものことがあったら。もしものことって？だから、あんなことや、こんなことや。ああ、タコの足って8本もあるのよ。それは、はあ、もしそんなことにでもなったら。その、あんなことや、こんなことってのを具体的に聞かせてほしいもんだが。もうだいぶ日も落ちてきたぜ。早く探し出さないと、瑞希ちゃんが妖怪に。妖怪にの後は何だ。そんなこといないわよ。一体何を考えているんだろう。もう時間がないわ。早く探しに行くわよ。こっちに行ってみましょう。あっちだのこっちだのと面倒だな。まっすぐ行けないもんかね。ああ、いたいた。何やってんだろう。ちょっと隠れてましょう。今日はとても楽しかったです。私も。あの、瑞希さん。なに？僕のことどう思います？何を言ってるんだあいつは。黙って聞いてなさい。どうって、いいタコだと思うわ。いいタコ？本当ですか？本当よ。それじゃあ。何？勇気を出して言います。僕と。僕と結婚してください。なんだそりゃ。女の子と付き合ったことない人ってすぐそっち結びついちゃうのね。ごめんなさい。私、あなたの気持ちに応えることはできないの。どうしてです。やっぱり人間とタコとで結婚となると生活の違いとか、お箸持てるのかなとか、住民登録どうすればいいのかなとか、税金はどうなるのかなとか、いろいろ問題があると思うの。だから。いいお友達でいましょう。街でいましょう。なんて残酷な響きなんだ。そう、タコミもタコエもタココもみんなそうだった。告白するたびにいいお友達が増える一方で。ちくしょう。タコさん。おい、放っておけないわ。追いかけましょう。お店に戻ったみたいよ。よし、行くぞ。マスター、タコを見なかったか。タコなら駆け込んできたんで冷蔵庫に入れておきました。冷蔵庫だな。よし。あれ、いないぞ。どこに行ったのかしら。ああ、そこじゃなくて上のドアに。上のドアって冷凍庫？
ってる。大変、早く温めなきゃ。タコさん、大丈夫？おい、寝てないか？さんが助けてくれたんですね。助けたか？僕はもうダメです。タコさん、誤解しないでね。私、あなたのことが嫌いなわけじゃないよ。でも私16歳未満だから結婚はできないの。そうだったのか。それを聞いて安心した。これで心置きなく。タコさん、水木の手によって無事妖怪オクテパスを宝玉へと戻すことができた。そして妖怪オクテパスとの思い出は水木の胸にいつまでも残っていくことだろう。しかし、今回俺たち影が薄いよな。そうね。